こんにちは、のりたろうです。今回のエクストリームアンティークコイン解析の第6弾は、皆様ご存知の世界一美しい金貨と称される1839年発行のビクトリア女王ウナとライオン5ポンド金貨の値動きを解析したいと思います。ビクトリア女王はイギリスの歴史上最も栄えた大航海時代の女王でありまして、イギリス人にはとても人気の女王になります。そして何よりこの若き日のビクトリア女王の肖像と裏面の非常に有名なこのウナとライオンのデザインを手掛けたのが、アンティークコイン業界では知らない人がいないのではないかという天才彫刻家のウィリアム・ワイオンが手掛けておりまして、このウナとライオンは最高傑作と言われているものになります。スペックはですね、発行国がグレートブリテン、名称がウナとライオン5ポンド金貨で、重さが 39.94g と非常にしっかりしたものになっています。で、発行年度は1839年、発行枚数が400枚と、400枚ありますが、これはあの特別な、高貴な身分の方にしか配られていないというような本当に特別なコインになります。鑑定枚数は PCGS で51枚、 NGC で66枚と、非常に少ないものになります。で、早速値動きを見ていきたいと思いますが、2022年、プルーフ64ですね、非常に高鑑定のものは7800万と、で続いてプルーフ62ウルトラカメオは3385万ということで、先ほどの64の半額ぐらいですので、非常にこれはお得かなと思って見ていました。で、2021年、去年ですね、なんとプルーフ66スターウルトラカメオということで、これはあの今の鑑定されているものの中で最高鑑定のものの1枚になります。それが2億3184万円ということで、これあの去年の時点では2億いってなかったんですけど、今の日本円の為替レートが急激な円高になっておりますので、135円で換算すると2億3000万になります。で、あのその他のものも全部為替レートの影響が見えないように全部135円で換算しておりますので、最後にちょっとこの2億3100万円と2021年時点の落札額のちょっと違いも見ていきたいと思います。で、続いてプルーフ63が6500万円で、プルーフ62プラスが5500万円と、去年は非常に高い値段で取引されていました。で、2020年、おととしですね、これがプルーフ64ウルトラカメオが、1億で取引されてますね。で、プルーフ62がプルーフ62カメオですね、ウルトラがつかないんですけど、これが4455万円ということで、あの2022年の3300万は非常にお得だったことがわかります。で、プルーフ61も4400万と、同じ値段になっています。で、2019年、プルーフ62プラスウルトラカメオが3900万、でプルーフ61プラスウルトラカメオが3000万と。で、続いて2015年、プルーフ64ウルトラカメオが3800万円。で、2014年に行きますと、プルーフ63だいぶ高鑑定のものが2000万円と、非常にお得です。で、プルーフ62が2200万円ということで、ちょっとあの逆転しているんですけど、2000万円ぐらいで買えていたと。で、2011年になりますと、
プルーフ63ウルトラカメオが1300万と。ということで、非常に2011年は、1300万円でプルーフ63が買えたということで、まあまあお得というほどの規模の値段ではないんですけど、まあかなり今に至って値上がりしてるっていうのがわかるかと思います。で、上昇率を見てみますと、これ計算できるものが、まあ、最高鑑定のものは1回しか近年出てませんので、比較はできないんですけど、プルフ64のもので上昇率、まあ、年換算で、計算すると 14.89% パー年ということで、プルフ63は 21.05% パー年と、でプルフ62は 6.16% パー年ということで、まあ、これは今年3300万非常にお得に買えたということで、ここが少し低くなってるんですけど、まあなかなかこんなお得に買えることもないんじゃないかなと思いますので、非常に上昇率だけ見てもこれほどのものということになります。で、今回の計算は為替リスクを考慮せずに1ドル135円で全て計算しておりますが、まあ、今回の急激な円安に伴って、まあ、資産価値がぐーっと上がっているのは言うまでもないということで、分かりやすい例で言いますと、昨年落札されたプルーフ66スターウルトラカメオの最高鑑定品ですけど、昨年の為替レート112円で計算すると、2022年6月19日現在が135円になっていますので、まあ、この差額だけでちょっと計算してみますと、112円の場合は1億7700万と、で135円で計算すると2億1300万ということで、差額がですね、なんと3643万2000ということで、為替だけでこれだけ利益が出てるということになります。同じ金額でまた売りに出して落札されたとしても3000万円儲けが出てるという、まあものすごい金価になります。で、これから長期的には円高が進むと予想されている方が多い中、まあ、為替レートを考慮せずに、まあ、プルフ63などは 21% ほど上昇しておりますので、まあ下がるばかりの円を保持するよりも、まあ、このような有望なコインに変えておくと、まあ、資産防衛もできかつしっかり増やせるということができるかと思います。で、ここで注意したいことは、このウナとライオンは、まあ、一昨年よりも今年がですね、落札額が少し安くなっていますが、この安くなった時に取るべき行動はあくまでも買うか、前の高い時に持っていた人はあくまでも保持するということが大切になるかなと思います。まあ、安くなったから売るっていうのは少し長期投資としては失敗するパターンかなと思います。で、コインは買う時も売る時も手数料がかかりますので、売れるまでも時間がかかるということで、短期売買っていうのはやっぱり全くお勧めできないということですし、安い時には保持して5年10年待つということがまあ必要かなと。で、そのためにはあくまでも余剰資金で投資を行うっていうことが大切かなと思います。で、今回のウナとライオンのオリジナル金貨は、まあ、余剰資金という面では全くちょっと現実的ではない金額なんですけど、まあ、このコイン以外にも素晴らしくてまだ割安なコインというのはいろいろありますので、まあ、これからそういったコインも解析していけたらと思いますので、よろしくお願いします。で、今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be